ございます。それと、あ、竹下です。よろしくお願いします。お願いします。今回なんですけれども、二人でドッキリし合うのってもうええじゃないですか。そうや、ね。もうそろそろもう完結編っていう感じでもお互い幸せになりました。ああ、いいですね。いい企画ですよ、これは。今回の動画なんですけれども、僕の後輩がいるんですよ。その後輩が先生にめちゃめちゃ会いたい、会わせろってうるさいんですよ。なので今回の投擲は後輩ですよ、後輩僕の。え、ドッキリ仕掛けていいの？もう仕掛けましょう、二人で。タッグ組みましょう、今回は。ありがとうございます。今回の内容なんですけど、僕の後輩にあらかじめこういう企画するよって言ってやるのがあって、それが先生のカバンに大量のエロ本を詰めるドッキリっていうのがあるんですよ、はい。まあ、それは言ってあって、まあ、後輩もやる気満々なんですよ、それ。後輩があと1時間後ぐらいに来るんですけれども、後輩に僕はこのコンビニで買ったね大量のねエロ本があるんですけれども、はい、それを詰めてこいっていう感じで、まあ、僕のカバンね、はい、ネタバラシも後輩にやらせようと思ってるんですよ。はい、誰かわからないまあ、まあ、知らないですよね。で、ネタバラシの時に先生にぶち切れてほしいんですよ。逆ドッキリですね、後輩に。なるほどなるほどなるほど。向こうは怒られるなんて思ってないんで、どういう反応するかですよね。今言うこと考えてカバンにエロ本を詰めるタイミングは、先生が授業中どっか行ってる時に、まあ、こっそり入れてっていう感じで。ということで、早速今からね、初のタッグを組んだ逆ドッキリやっていきたいと思います。正解はい、ということで、後輩のね、トックンがね、やってきてくれました。はい、どうも、後輩のトックンです。じゃあ、昨日 LINE で言ってた通り、この大量のエロ本を先生のカバンに詰めていこう。ずっと会いたいって言ってたから、ほんまに目がに一緒に動画撮れるっていう感じだった。ほんまにもう、心の底から先生に会いたいと思って、もう。で、今先生のカバンがここにあります。トックン、今からちょっと詰めてきてくれ。わかりました。はい、じゃあ行ってきて。詰めたれ詰めたれ。入れろ入れろ、帰ってきてもおかしくない。入れろ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 。 OK、 できました。じゃあね、もうあとは先生を待って隠しカメラをセットしていきたいと思います。行くぞ。やるぞー。えい、緊張すんな。行くぞ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 。ついに来たぞ。先生やっぱ見てますよ。めっちゃ見てるぞ。ネタバラシネタバラシします。いける、大丈夫。ネタバラシってこい。先生先生、見ましたか、それ。ドキリ出してこー。イエーイ。あれ、あ、どうも、私、あの、しっちゃんの後輩のトックンです。ちょっと、はい、行きます。はい、これ見たら分かると思うんですけど、エアコンですね。ここから先生の前に詰めて、どんな話するか、ドキリ仕掛けました。トックンです。誰トックン？名前が徳永だからです。宮地です。何がしたか。先生の反応が面白いと思ってやりました。聞こえてる？これは？これは？はい。これは？はい。これは？同じように、ほら。いつだ？僕らの絵を、わー、あったー、やった、あれだー、喜ぶよ。初対面ですが、やっぱり俺は先生の動画いつも見てて、僕もドキに参加したいなと思って参加させてもらいました。ついには椅子に座らせられよった。俺らも履けました。エロ本履けました。でめっちゃいいかなと思って。あのドックです。同じの行こうと思って。あ、もう全部回ってください。全部回ってみたいな。全然思んないよ。僕はもうこれバーッとなんか先生に返すて。エロ本詰め寄るから先生に怒ってくださいって言ってた。逆ドッキリよこれがよ。はちょっとマジで
ここ盛りやん、どう考えたって終わりかと思いましたよ。マジ盛りドッキリされる人の気持ち分かったよ。分かりました。トッコの T シャツの前と後ろ。おい、え、ほんまや。トッコ、君、何これ、どっからこれ出た。いや、もう最寄りの駅からずっと大阪までもう2時間ぐらいここです。滋賀からこれできた。はい。